俺のコスモよ、奇跡を起こせ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士セイント。クロスをまとい、己の肉体に秘められたコスモを爆発させて戦う。これは5人のブロンズセイントたち、そしてアテナの戦いの歴史である。さあ、この伝説を君が体験するのだ。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。大いなる戦いがここから始まったのです。あなたは負けることはない、私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うために、ゴールドセイントの立ちはだかる12の級を突破せよ。急げ、アテナのセイントたち。遥か神話の時代、神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度、地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。神話の時代より彼女に付き添い、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも、追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスはグラード財団総帥木戸光政に全てを託して息を引き取るのだった。そして13年の時が流れ、アテナの化身は光政に育てられ、木戸沙織として成長する。時を同じく、光政に見出され世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、沙織のもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む教皇アーレスの野望をくじくためサンクチュアリへと乗り込んだのだった。だがそこに教皇の差し向けた刺客シルバーセイントサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢はサオリを射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物教皇をサオリのもとへと連れてこなければならないのだ。急ぎ、アテナのセイントたち。教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、
ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第一の宮、白陽宮を守護するゴールドセイントはかつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。そうか、白陽宮とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが先を急がせてくれないか。待ちなさい、あなたたちのクロスは修復が必要です。ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手でもありません。この白陽宮にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、聖夜。わかった、すまないな、ムー、よろしく頼む。ムー、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。このままでは。今終わりました。キキ、聖夜たちにクロス。はい、ムー様。おお、クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。ムー、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい、ゴールドセイントは君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させた者が勝つのです。第二の宮、金融宮を守るのはセイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。シリュウたちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座、タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているのか。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。この奴か。まさしく奴は黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ファイト。このままでも十分お前を倒せるの。それだけか。言ったはずだ。この金牛宮は倒産だ。どうなっているの。奴は構えてもいないって言うの。それだけか。ペガサス、あの腕組みがすでに攻略体制になっているのか。憲法の嫌気だ。シュンズのくせに生意気だ。焦っているじゃない、アルデバラン。しまった、ペガサス。ウィナー、ウィナー、ブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。これが俺の実力だ。
ドセイントとの力の差がここまでかけ離れているとは。どうすればアルデバランに勝てるって言うんだ。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後その効力を失う、いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。グレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。それが分かったからどうだというのだ。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。信じられん。聖夜の剣がビッグバンを起こすと。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な。その黄金の角へし折ってやる。おい聖夜、一気に葬ってくれるぞ。はいと、俺のこの黄金の角をへし折るだ。もしそんな奇跡的なことができたら、俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。それだけか。装置が見えてきたぜ、アルデバラン。せいや、そりゃ俺の構えを踏まえたぐらいだ。いい気になるなよ。まだまだ。ブロンズの実力など赤が知れてるな。ペガサス、しまった。まさか、ヤツの体の感覚が著しく衰えたことによってコスモは膨大化だ。ムーの教えてくれたコスモの記憶を俺の全身質よ、目覚めよ。俺のコスモ、ペガサス、インセンテン。いいな。ゴールドセイントの強大さを知ったぜ。まあまあだな。聖夜のコスモが大きくなっている。傷つき倒されながらも成長しているというのか。この男、もしこのまま成長すればゴールドセイント12人をもしのぐセイントになるかもしれん。聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだアルデバラン。約束通りその角もらった。何？どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだ聖夜。このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいい聖夜。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。
仲間たちと共に第三の宮掃除宮へ突入した聖夜たち。だが幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探す氷河とシュン、その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。この男がジェミニのセイント、なんて存在感のないやつなんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除球の迷路はやつが作り出した幻影のはずだ。つまりやつを倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待って、ヒョウガ。どけ、シュン。時間がない。金牛宮では聖夜に助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞ、ジェミニ。ティグナスの剣を受けてみろ。このキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。この掃除球がお前の死に場所となるのだ。はい、と。あなたは消えた。落ち着いて。このジェミニのヒントはどこに詳しい。心配すな。敵がどんな小細工をしてこようと、俺のコスモで全て凍りつかせてみせる。ダイヤモンド。まるで攻撃が奴の体を素通りしていっているようだ。キグナスの陶器だ。そんなことがあるものか。まさか、いつも幻影なのか。しかし、奴のゴールドは本物だ。ダイヤモンド、こちらがやられる。いかにお前が強大でも、俺だけの闘気を放てばチャダでは済むまで受けてみろ。このキグナスの最大の技を。最大のアガリスと最大の隙が生まれるの。あなたは君の王国の力の最後。アタッ。あっ、ダイヤモンドラストハリスを。あなたは危険し、異次元でさまよけ。ダイヤモンドラスト、ハリスを。どれ、ウィナー。どうだ、キグナスの闘気は身に染みたか。増票がいくら集まってもセイントには無力。ヒョウガ、おかしいんだ。チェーンがさっきから戸惑っているようなんだ。何？戸惑っているとは？あのジェミニのゴールドセイントに対してまるで反応せず、むしろ敵がどこにいるのかわからないといった状態なんだ。バカな。終わりだな。アルファディメンション。ヒョウガ、ヒョウガ。キングナスは異次元の彼方で消え去った。次はお前の番だ、アンドロメダ。ドラゴンの目が不自由なおかげで先の二人に掃除球を通過されてしまったのは誤算であった。残すお前は必ず仕留めてみせよう。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。僕のチェーンが戸惑うとは。このジェミニの迷宮を永久にさまようがよい。はい、と。君のチェーン、どうしてしまったんだ。ジェミニのゴールドセイントに対して全く反応しない。さっきの氷河の剣が通用しなかったのもおかしい。僕は本当は誰も傷つけたくない。だけど友達、アテナのためにお前を倒す。あなたは秀吉。
悲しみを感じる。本当の力を出してしまった。どこに隠れていようとも、僕のチェーンは幻覚を作り出しているものを見つけ出して倒す。そこが行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中、ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今、どこかに戻ってきているはずだ。シュンがジェミニのセイントを倒したことにより、アナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれた氷河。氷河が落ちたのは第7の球。ライブラのゴールドセイントであるローシが守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスのカミュ、なぜあなたが天秤球に。あなたは宝米球を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ。氷河、これ以上先に進むな。これは私の命令だ。それは、残念ながら従うわけにはいきません。ならば力を持ってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ。まさか、マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない。俺の答えはただ一つ、戦うことだけだ。その程度のコスモではこの先確実に敗れるぞ。はいと。たとえ誰であろうが、これだけマーマを奪う権利はない。やっと決心がついた。神ダイヤモンド、マーマを失った氷河の怒りを受けよう。
くだらぬ感情など捨ててしまえ。この俺にマーマのことを忘れてしまえというのですか。そんなことはできない。マーマのことを忘れるなど。それだけだ。オーロラエクスキューション。フリージングコース。オーロラサンダー。アタック。お前の心の中は母への思い、私への憎悪で満ち満ちている。そのような感情は真のセイントが持ち出す究極のコスモとは遠くかけ離れたものだ。フリージングコース。これ以上あなたに手を振るうなどできない。氷河よ、この稚拙な考えを捨てるのだ。お前の目の前にいるのは敵だ。それが分からぬか、この神に陶器を届かせることなど不可能。俺は行かなければならないのです。アテナのために、友のために。受けられるか、キングナスの陶器。お前がどうしても進むという力を持って手を止めるしかない。オーロラエクスキューション。オーロラサンダーアタック。ウィナー。まあまあ、まだクールに徹しきれんとは。この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。喰らえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ。だが他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇っても、この無人の天秤球で永遠にさらばだ、氷河よ。第四の宮、巨海宮へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこで二人は壁や床に無数の死人の顔が浮き出ているという異様な光景を目にする。それはカニザ・キャンサーのゴールドセイントデスマスクの見境のない殺戮がもたらした結果だった。死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震える紫龍は聖夜を先に行かせ、1対1でデスマスクと対峙するのだった。この巨海宮に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海宮を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。セイントの名にかけてこの死竜、全力を込めてお前を倒す。
いいだろう、シリュウ。お前とは五郎法での因縁があったな。今日こそあの世へのトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。くらえ、石式冥界派。なんだこれは。うわお前を倒すために沸騰しているのだ、この竜の血がな。よかろう、五郎法での決着を今つけてくれるわ。はい、と動くなよ。目が見える、ここは石式なのか。リリューよ、これから貴様を確実に死の国へ叩き落としてやるぞ。皆さん、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。これ式のことで、あの遠くに見える人影は、あの後ろ姿はもしかしてロザン氷河なのか。向こうに行ってはいけません。あの人たちが行こうとしている場所は死の国。この声は皆さんと同じお嬢さん。どうすればここから脱出できるのか。耳を澄ますのです。シリ、あなたを救おうとする者の声に。式のことだ。そうはいかん、ロザン優勝。氷河を助けるのか。わしのわけにはいかん。この方法で王に助けられた奴が何をほざくか。貴様は誰も助けることはできん。ここで死ぬのだからな。始末にあげてやる。シリュウ、どうかシリュウ。燃えろ昇竜のごとく。お前だ、ロザン。アテナの戦闘の師匠。みんな、この最強の剣と盾の前に敵はない。こんなことでは竜の名折れだ。神様、どうか紫竜をお守りください。お願いします。紫竜を。誰かが紫竜の魂を石式から呼び戻している。これは五郎法。そこか、うせろ小娘。よせ、デスマスク。あああの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ、これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何、バカな。シリューからゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは一体。今や俺の地位一滴までもが沸騰しているのだ。お前は竜の逆鱗に触れたのだ。いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うぴゃー。バカな、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、この紫竜の誇りが許さない。さあ、これで対等だ。
あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。デスマスク、お前はこのシリューの逆鱗に触れたのだ。俺様をなめるなよ。はい、と。アカメ、お前は俺を倒せる唯一のチャンスを見逃したのか。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かにまだブロンズセイントの息を出ていないから。悪を滅ぼす真のセイントだ。たとえ一瞬でも俺のコスモ、ゴールドセイントの息まで高められるはずだ。ロザン昇竜派、この島国で赤色冥界派を喰らい続けると、おそらく魂はズタズタになり、見知らぬ次元に帰還し、未来永劫現世に転生することがあるまい。ロザン昇竜派、ああ、シャリューシャリューを引き裂いてやるぞ。バカだ、これ式のことで強大なコスモ、俺の竜の島をお前を倒すために沸騰しているのだ。人は最も大切な鱗に触れたものを情け容赦なく勝利大なる怒りを持って滅ぼすという、その命が絶えるまで野山勝利から立ち入ることはない。英雄ウィナー、お前にゴールドクロスをまとう資格はない。まだだ、まだ高みを目指せる。シリュウ、シリュウ、瞬間誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老師、春霊は無事なのですか。よかった老師、ありがとうございました。ん、シリュウ、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとうシュン。さあ急ごう、次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。巨階級を主流に任せ単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟、レオのゴールドセイントアイオリアだった。サオリをアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく殺気に満ち溢れていた。この四死球を通ろうとする者は誰であろうと、このレオのアイオリアが殺す。アイオリア、聞いてくれ。サオリさんは教皇だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜けなければ手遅れになる。サオリさんは、アテナは死ぬんだ。何、アテナが死ぬ？無駄な戦いはやめて四死球を通らせてくれアイオリア。残念だがそれはできん。言ったはずだ、この四死球を通ろうとする者は
誰であろうと殺す。クソ、沙織さんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。遠慮はしないぜ、アイオリア。所詮ブロンズではゴールドセイントには勝てん。ファイト。手を獅子の牙を。あれにはどかんぞ。なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。真自由を兼ねないか。まるでセイントの鏡のようだ。アイオリア、アイオリアが今はまるで暗鬼のようだ。ファイトニングボルト。実力もわきまえずゴールドセイントに挑戦してきた。その愚かさを思い知るがいい。たとえ勝てないまで、後から来るシリューやシュンのためにせめて一死を。セイント、生まれや育ちは関係ない。そう教えてくれたのはあんただ。シシの牙。あの言葉がなければ俺はセイントにはならなかった。ハイトニングスクライマー。奇跡を起こせ。そうあんたが教えてくれた。俺のコスモよ。俺には勝たんぞ。ゴールドセイントのクライマーに頑張れ。ウィナー。負けられない。アテナのためにも。これが俺の実力だ。待て、聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。聖夜、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。どけカシオス。お前ごとき増評に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。うわ。バカな、カシオス、お前なぜ自らの体を貫くようなことを。だから言っただろう、目の前で一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え？その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア！カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないっていうのか。どうもよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アイオリアの高速拳、今こそ見切るんだ。せいや、手加減はせんぞ。ファイト。アテナよ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一戦でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。ペガサス、ペガサス。いくらコスモを高めたところで俺には効かんぞ。俺を倒すことはできん。カシオスと共に。
アイオリア、勇敢なセイントというだけでなく人間としての優しさを持っていたあんたを取り戻すためにもこの命ある限り俺は諦めない。まあ、セイヤ、アイオリア、目覚めろ、正義の執事よ。あ、まあ、くっそ、獅子の牙を。アイオリア、目を覚ましてくれ。アイオリア、ペガサス、流星拳。ヌーヤス、ウィナー。目が覚めたか、アイオリア。これが俺の実力だ。俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。セイヤ、アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女級へ向かうぜ。待て、セイヤ、一つだけ教えてやる。絶対にシャカの目を開かせるな。シャカの目が開かれた時、その場にいる全てのものは生き絶えるのだ。